先日、府市内を走るドライブレコーダーが驚きの瞬間を捉えていました。リサだ。はい、どうも。いつも全開ブリブリ昭和生まれの23歳、ゲロ兄さんです。 Let's get started。 ドライブ中、ブーブー。今日も元気にドライブ中。この車にご注目。停止線越えて一時停止。チェックチェックチェック。浮かばれる。危ない。エッチな車もびっくりです。あんたバカ。まあびっくりついでに今日はびっくりドンキー。駐車完了。ゲロ兄さんチャンネル帰るぜ。エッチな車発見。は、鬼滅の歌柱。別の日、前方にご注目。え、なに、なに、なに。ちょっとマジですか。おばあちゃん運転です。いや、ダメでしょそれ。車線潰していますよ。基本老人は命を惜しみません。ふってはよくあることです。続いて、ビビビ、歩行者発見。こぼれる。ありがとうゲロ兄さん。俺なんていらないぜ。走らなくてもいいんだぜ。ゲロ兄さんチャンネル。おまけ。今日もびっくりドンキーだぜ。ミニソフトはびっくりするほど小さいぜ。さすがミニ。ごちそうさまでした。交通ルールを守りましょう。安全運転、安全運転。日本人の心情は察しと思いやりよ。最後のベイは倒した。だが現実に対処できないゲロ兄さんは固く心を閉ざしてしまう。そして約束の時が来る。迫り来る運漏れの危機。横田へ追い詰められるゲロ兄さん。嫁と共に発動へと導かれる新車購入計画。己の現実に抗い夢を受容する国道16号に運漏れシリーズが舞い降りる。暴かれる値段を嘲笑うかのように。次回、エアー、ジョーダ。この次も月に変わって。覗かないでよエッチ。ゲロ兄さんをチャンネル登録高評価で。今日からあなたは無事故無違反。それでは皆さん、ご安全に。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ゲロ兄さんのモチベーションアップにつながります。それじゃあね。